これは多分変なの入れないから、みんな自分の名前で作ってて、DJ が選んで作るやつ。いいものばっかり。うん。Because his songs, most of the time, I think that you don't really, it's not like a commercial. So, you know, people like it and you play it, you listen to it over and over, you don't get tired of it. So that's the reason why we play it a lot. いよいよラップパートの収録。ラップの歌詞はメッセージを送るラッパー自身が書いてこそ人々の心に染み渡るもの。スタジオ選びから音作りまで全て自分の手でやらなければ気が済まない本田だが、この歌詞作りだけはラッパーを信頼して任せているのです。レコーディングには今日たまたまスタジオに遊びに来ていたアーティストがバックのコーラスとして参加することになりました。その場のノリを大切にするのがヒップホップ。ヒップホップを知る本田らしいやり方です。納得いくまで何回も繰り返される作業。スタジオでのひらめきでバックコーラスを入れてみたり、ラッパーに言い回しを直させたりすることもしばしばです。本田はどんな大物アーティストに対してもまやかしや妥協を一切許しません。ねえ、リス、ねえ。DJ の部分とプロデューサーの部分っていうのがかなり並行しているような気がするんですけども、その辺どう思いますか？でも一緒なんだよ、DJ もプロデューサーも。だから DJ がプロデューサーだから別に DJ もプロデューサーも一緒なんだよね。だから DJ 本田は、サロマンションの DJ 本田じゃなくてもいいわけで。プロデューサーの DJ 本田でもいいわけで、ただ名前が DJ 本田だけで。だからイコールだよね。詩みたいのは書いたりはしないんですか？書かない。自分でラップをちょっとやってみたいな。しないよ。死んでもしない、多分。俺は違うからね、なんていうの。俺はそっちのパートじゃないからね。もうパート違うから全然、やらない、興味はない。ないない。おかしいじゃん、バカだよ。笑っちゃうよ、ね、笑っちゃうでしょ。そうですか。いや、なんかこいつここまでやらないだろっていう感じになっちゃうでしょ。そうですかね。普通みんなやるんだよね、調子くんに。多分ね、俺やらないよ。もうそれポリシーですね。あ、歌っちゃったよこいつってやつ。ちゃんと俺は自分のレベル分かってるから。もう曲に専念と、うん、俺のパートはそこだからね。これこう今作ってるんで、まだ工事始まって1週間ぐらいだけど、ここに事務所とかオフィスとかスタジオとかいっぱいあるんで、ちょっと入ってみてみる。今本田は一つの夢を実現させようとしています。それはニューヨークに自分専用のスタジオを持つということです。ここはね、ショールームお店にしてね、でオフィスを上にしてね、で3階にスタジオ作って、で地下にスタックルーム、そう、全部。この街にじっくりと腰を据えて活動するためのスタジオ作り、それは今の本田にとって最も必要なものの一つです。What up, Megan? Megan. What's up, Megan? Big Miz. What's up, Dave? What's up, Megan? Chilling? What's going on? All right. Big Dave, what up, Megan? Chilling? All right. みんな仲間なんだけど、手伝ってこうやって手伝ってやってくれてるんだよ。これは職業じゃない、みんな。みんな手伝ってくれてる。ホンダを慕って集まってきた地元のミュージシャンたちが、いつものマイクをハンマーに持ち替えて、力仕事に汗を流していました。このスタジオが誕生した暁には、彼らと共に新しい音楽をここから発信していこうとしているのです。歌うラッパーにはビートを作る DJ が必要、そしてその逆も当然あります。彼らの言葉で言うリスペクト、つまりお互いを尊敬し合うというヒップホップの精神が彼らとホンダの間には流れているのです。はい、テキュアですよ。はい、全部こういう壁壊してあれにしてんだよ。元のは綺麗じゃん。壁を直そうとしたんだけど、もう崩したら、ああいうの出てきたら全部外しちゃう。新しい壁を剥がすとむき出しのレンガが、新しいものを壊して味のある古いものの良さを求める。これもヒップホップの精神。
型破りでもかっこよければ何でもいいさ。というのがヒップホップ。これ行ってみる。はい、ちょっと。縦長のスペースですね。そう、だ仕切って全部作って、防音して、スタジオ作って、あと俺の部屋と適当に作ってっていうような感じ。あの、じゃああれですか、実際に今ルーズベルトアイランドに住んでるんですよね、うん、こっちにも移住してたの、うん、でこっちはだからそういうみんなのたまり場、うん、でここで音も作るし、いろんなこともやるし、そういうマネジメントもやるだろうし、新しい人たちのレコードも作るだろうし、まあ一番いいスペースですよね、自分のものとして、ね、今はみんな全部俺の家に来ちゃうから、みんなそれはここになるって感じ多分。スクラッチの神業でホンダがニューヨークを席巻した夜から6年、現地の DJ たちが羨むほどの大物ゲストを迎えたファーストアルバムの成功、そしてセカンドアルバムでのさらなる飛躍、チャート誌のトップを目指し、一歩一歩着実にホンダの音楽は上り続けています。今制作中のこの曲、オールドスクールニュースクールが完成に近づきました。オールドスクールとは古いヒップホップ、そしてニュースクールとは今のヒップホップ、新しいもの古いもの全てを認める文化、ヒップホップ。ホンダはこの自由な精神を作り上げようとしているのです。仲間たちがスタジオを去った後、レコーディングの最終チェックは深夜まで続きました。ホンダは最後まで自分の音を作り出そうとしていました。音へのこだわり、この努力が今日のホンダを作り上げたのです。ヒップホップはやるもんじゃないよ、だから別に何、その何をやるかっていうのもよるけど、ラップするのか DJ のか知らないけど、聴いてんのか踊りたいのか、グラフィティやるのかダンサーになるのか知らないけど、分かんないけど、別にやるもんじゃないよ別に。 それで聴いて踊りだったら踊りやし、で書きたかったら書きやし、それで作りたいやつは作るだろうし、でどんなこと風に作るのかなっていうんでレコードネタ調べるのもいいけど、それを調べてるからってヒップホップやってるとでならないでしょ。これ順序の違いだけなんだけど、だから何でもいいんだと思うよ。決まりはないか決まりはないよ、勝手に好きにやればいいし、好きに解釈して好きに追っかければいいんだと思うし、俺もそうだからです。いろんなサンプルあるけど、あくまでもサンプルになって、それは100ではないわけだし、俺もそんな100ではないわけだから、一つのサンプルだと思ったらしいっていう解釈でやれば、別にやればっていうか聞けばいいと思う。ニューヨークの片隅で産声を上げた文化のうねりヒップホップ、その精神を海を渡ってやってきた一人の日本人が今世界へ広げようとしています。ヒップホップ、それは好きなことを自分だけのスタイルでやるという何者にもとらわれない生き方。DJ ホンダ、彼の音楽は今ニューヨーク、アメリカ、そして世界の若者たちを踊らせています。だけやってやるんだなんて考えたことあったじゃん、その80何年頃、その子とか何で もう化粧ってして DJ やってたんだから、じゃあ服だって毎日変えて店してたんだから、見商売、それが偽物だよだから音やりたいんだって考えて、もうやっててもこんなどんなやり方してもどうしようもないから、音やりたいんだ、音本当に真剣にやりたいんだと。違うんだよ、こうなんか レコードの人を追って、曲を追ってとかじゃないんだよ、年代を追ってとか、そのレーベルを追って買うとか、アーティストを追って買うとか、そう
そういう聞き方もしたことないし、ちっちゃい頃はした。